こんにちは、翔太です。今回なんですけど、8月の4日の更新情報を見ていこうと思います。まあ、今マーリンが来ているような状態になっていて、どちらかというと皆さんの注目はそちらに集まっているかなというふうに思うんですけど、まあ、明日来るキャラクターもですね、まあ、新しい白バフ日陰状態を引っ下げている可能性というのがまああるんで、まあ、こちらのキャラクターにもですね注目していきたいなというふうに個人的には思っています。それではですね、1週間前の更新内容から確認していくんですけど、明日更新となっておりますので、少女の出会いであったりですね、単造工房、神髄工房、であったり、まあ、限定特典、朝10時までに引くのを忘れないようにしてください。で、毎日ですね、引くやつとかもあると思うので、バジバン親とかあの辺もですね、忘れないように気をつけてください。まあ、あとはですね、特になんですけど、あちらですね、椿翡翠の効果もありますので、余ってる方、ベニッサイ余ってる方はですね引いちゃってもらっていいと思います。それではですね、見ていきますか。まず週のギフトですね、超招き椿とハッピーギフトですね、こちら本日までとなっておりますので、どちらも課金するの忘れないようにしてください。でもマーリンとかで使っちゃってるかもしれないですけど、初回チャージ2倍来てるんで、まあ、毎月ですね課金している方はですね忘れないようにしてください。で、陽気比ですね、今回やってきました。こちらのキャラクターなんですけど、まあ、正直ですね、戦役、まあ、ボス戦に関してもですね、ぶっ壊れキャラクターだと思います。で、私ですね、今朝、一つ動画を上げたんですけど、まあ、今優先するべきは誰なのかっていう動画を上げたんですけど、まあ、あんまり炎上しなかったですね、良かったです。案外同じ意見を持っている方もいらっしゃってくれて嬉しかったんですけど、私の中では今、陽気比を優先するべきかなというふうに思っていて、というのは対人のインフレがですね今どんどん起こっている状態になるっていうところを考えると、まあインフレしてから取っても遅くはないんじゃないかなと思います。まあもちろんですね、今ブリュンヒルドとかマーリン持っている方はですね、少し上に出てしまうような状態にはなると思うんですけど、まあ後からですね多分追いつけると思うので、その辺は。また戦役キャラクターって一回取り逃すとですね、なかなか代わりが来ないっていうところがあるので、私は陽気比一択と言っていいレベルだと個人的には思ってます。まあもちろん超高名でもいい方は超高名でもいいんですけど、こちらの方が確実に、育成リソースとしては少なくいけるのかなというふうに思うので、まあちょっと原本はかかってしまうところはあるんで、まあそこは要相談ではありますけど、私もですね、先ほど撮りました。で、この後メンバーシップ用の動画としてそのガチャ動画上げようと思っているので、まあもしよければ見ていただけると嬉しいです。でですね、7月31日ですね、の更新内容としてはどこからだろうな。7月31日だから上からか。栄華銀月なんですけど、生産係争来てますんで、こちらですね、160円で原本85時間戦闘券2枚、課金忘れないようにしてください。私これ忘れると5時間戦闘券すぐなくなっちゃうんで、来てくれてありがとうって感じです。大神の高屋は、私はもうスルーでいいガチャかなと思ってます。まあ他にもですね、同じ考えの方であったりですね。まあ引かれる方は引いてくださいという感じです。ですね、ベニヒスイの限定交換、先ほども言いましたけど、椿翡翠ですね、限定交換で取ることができるので、忘れないようにしてください。で、ラッキースターとしては、芝生、関羽、真田、高天下、呂布、高孫さん、武田、出雲、石川、片倉が一斉に登場します。ほとんどのキャラクターが奥義優秀なキャラクターになりますんで、まあ、一人ずつですね、もう取っていっていただくのがいいと思います。呂布とか高孫さん、結構おすすめだと思います。美少女学園は長孔明、盲天、毛利、李牧、班長、橘、坂田、長居、小野の小町、才加、孫一が一斉に登場してます。性能面では長孔明が一番おすすめです。陽気比取っていたとしても、長孔明を取ることによって次回反響の方でですね活躍できたりとかもあるので、別に片方が腐るとかは特にありません。なので、まあ圧倒的に優先度が高いのは長孔明かなと思うので、まあ長孔明優先して、まあ次は盲点かな、ぐらいかなというふうに思います。まあ奥義見ながらって感じだと思いますね。あとはで、仮想の集いは、陸村、帝育、朝鮮、高順、脅威、馬体、帝鳳、天位、序書、宿友が一緒に登場しますので、まあ、正直これといったキャラクターはいないんで、好きなキャラクター狙ってください。少女の出会いですね、こちら遊園地スタンプじゃないわ、ときメモイベントやってきてます。3000元宝まで使用してもらうのがとりあえずおすすめになっておりますので、そちら忘れないようにしてください。こういうイベントってなんで終了時
期間毎回変な感じなんやろ、金曜日の23時59分ではないです。10時までなんで気をつけてください。で、財神の雑貨屋についてなんですけど、今回 UR1000 のキャラクターとして龍鳳、新王星、八鬼、竹中、島津と来てます。まあ取るなら八鬼かなと思ってるんですけど、まあ後のキャラクターもですね、奥義優秀だったりするので、まあ5万円覚悟できる方は行っちゃっていいと思います。そうでない方も無課金の方も1回は引けるので、 UR1000 のキャラは取れないんで、もう適当に選んでもらえばいいと思うんですけど、 B ランク以下は出る可能性1はあって、私も B ランク出たことあるんで、忘れないようにだけ気をつけてください。星の羅針盤に関しては UR1000、楽器、龍鳳、豊臣、宮本、太公望となっています。まあ奥義優秀なキャラクターは多いような印象があるので、まあ言っちゃってもいいとは思いますけど、無課金、微課金の方はですね、 MR 結晶と交換した方が、まあ、なかなか交換する機会もないと思うのでいいかなと思います。福神の釣り場に関しては UR1000、半蔵、連覇、長領、玉物前のお姫が来ておりますので、まあ、これらのキャラクターで欲しいキャラクターいる方はですね、やっちゃっていいと思います。週のゲストは風舞日桜、来ているので課金忘れないようにしてください。で、少女の成長はマーリンが来ているので、マーリン取った方は、武器と、まあ、覚醒させるのは忘れないようにしてください。少女の書斎ですね、こちらも、日曜日までとなっておりますので、まだ期間ありますけど、原本を使われる方はですね、使うのを忘れないようにしてください。まああまりもらえるものめっちゃいいってわけでもないんですけど、まあせっかくならこのタイミングで原本を使うのがおすすめなので、まあ特に、まあ、神髄工房とかあの辺ですね、引くタイミングとしては今かなと思います。ちょうど次回反響も来ていて、そちらもですね、原本を消費することによっていろんなアイテムが取れたりとかしますので、確か段階報酬35連ぐらいまで段階報酬あったと思うので、そこを、まあ、40連のところぐらいまで引いてもらうのがいいのかなと思います。続いてですね、実月の輝きとなります。こちらのカプセルが一つ入れ替わるので、急げるもんでもないですけど、交換するものを間違えないように、基本的には古いものからやっていった方がいいと思うので、忘れないようにしてください。で、マーリンが MR 生として登場しています。マート的におすすめのキャラクターではありますね。現状の MR というか、現状キャラの中で私的には最強のキャラクターかなと思います。というのは風魂か、あれがとんでもないので、最高キャラクターかなと個人的には思っています。で、コキビ来てますけど、このコキビ限定のガチャでコキビを狙う必要っていうのはあんまりないかなと思います。招待券使える少女の、美少女学園か8で来た時に狙ってもらうのがいいと思います。まあ花嫁はどっちでもいいと思いますね、個人的には。それでは8月1日に関しては、特にはないですね。まあ、願い返し忘れてる方はいないと思いますけど、忘れないように。で、スーパーパックも課金、忘れがちなんで忘れないように。水筒巨星来ています。あと、利子来てます。私の中では、マーリン、育成できない方は利子でもいいんじゃないかなというふうに思っているんで、利子取るのも全然ありだと思います。トップ11を上げろって言われたら、絶対利子はまだ入ってくるキャラクターだと思うので、まだまだ現役キャラクターです。まあ、ただマーリンとは相性激悪ですねすり抜けダメージが飛んでも攻撃無効化してすり抜けてくるんで、正直、そこ相手にはできないかなというふうには思ってます。それではちょっと長くなりましたけど、8月4日の更新内容を見ていこうと思います。まず、栄華銀月なんですけど、ラッキー割引来るんで、スペシャル交換やってきますね。で、椿水パック、花の水引きと。で、またですね、紅水交換来ます。椿水交換できるものがですね、また来ますので、こちらの交換忘れないようにしてください。まあ、今来てるやつも忘れないようにしてくださいね。これ、月に6個もらえるので、これですね、毎月集めることによって、MR アバターの下のキャラクターたちを取るときにですね、使えるので、私は UR1000 のキャラクターの大きい解放のために、UR1000 の MR アバター来たときに UR1000 取るっていう使い方が一番ありかなとは思ってます。で、一丁一石が来まして、ラッキー割引ですね、来ております。これらはですね、正直今だいぶもうスルーされてるイベントなんじゃないかなというふうに思うんですけど、課金しまくる方はですね、一丁一石課金してもらえばいいと思います。ラッキー割引についても、これこそ欲しいというものがあればやってもらっていいと思いますね。で、剣やってきます。私ですね、これちょっと今来て欲しかったな。精神セレクトパックと毒セレクトパックで花の水着いい感じに確保することができます。束よりはお得に取ることができるのでおすすめです。
今来てくれたら課金していたのに。はい、ちょっと待って、なんか下になんかすげえ残念なのが見えるんやけど、まあ週のギフトですね、月打ちやってきますので、こちらもですね、480円でお得の週ギフになっているので、課金忘れないようにしてください。で、塚原僕伝やってきます。塚原僕伝は私若干炎上しましたね。炎上って言っていいのかわかんないですけど、あのこのキャラクター私本当に強いと思ったんですよ、来た時強いぞって言ってと、まあ、自分で撮ったんで許してほしいんですけど、撮った後すげえ後悔したキャラクターになっていて、もう今は誰も使ってないですよね多分なんで、まあこのこちらのキャラクターですね、まあスルーでいいと思います。あ、ちょっと待って、コウソンさんの MR アバターやん。あ、マジでコウソンさんといえば、まあ、ちょっと絡んだこととか特にないですけど、あちらのあの方がいらっしゃるので、これは盛り上がるかもしれないですね。まあ花嫁かも、まあでも初期の花嫁やからな。まあちょっと MR でどれぐらい化けるかっていうところはありますけど、夏の過ごし方水着だったような、コウソンさんの UR 戦アバターってまたそういう系なんや。まあ今度はダラダラしてる系ですね。はい、になります。え、まあコウソンさん、まあ、UR 出身でどこまで化けるかなっていうところはあるんですけど、まあでもあの MR 生来てからの MR アバターなんで、この前リクソンなんかあの全然話題にはならなかったですけど、かなり強いキャラクターとしてリクソンやってきたので、まあそれぐらい案外いい性能してるんじゃないかなというふうに思いますので、これは楽しみですね、にしていようかなと思います。いや、敵塚原僕伝だけでもう持ってかれたんかと思ったんでちょっとびっくりしました。あ、日陰か。あ、日陰に入ってそうなるほど、案外耐久あるかもしれないですね。まあちょっと楽しみに待ってみましょう。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、スーパーサンクス、ツイッターのフォロー、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。